ヘンリトイボネン、ヘンリパウリ・トイボネン、アンリー・パウリ・トーバナン、1956年8月25日から1986年5月2日は、フィンランドユバスキュラ出身のラリードライバー。血液型は RH の王、父親のパウリ・トイボネン、弟のハリ・トイボネンは、共にラリードライバーであった。これといった相性はないが、弟のハリは、変化と呼んでいる。 妻と二人の子供がいた。世界ラリー選手権 WRC で通算3勝しか上げていないにもかかわらず、長年史上最年少勝利の記録を保持したこと、全力を尽くしたドライビング、そして悲劇的な最後なども相まって伝説のラードライバー、溶接の天才として世界的にも語り継がれ、また日本でも特別な存在として扱われている。 あまり口数の多い人間ではなかったこともあり、人柄についてはあまり知られていない。実定ハリーはクラリーに自身のすべてを傾けていた人物であったらしく、その走りは常に全開、後続といかに差が開いていても手を抜くことなく走り続けたという。そして、ランチアデルタ S4 を乗りこなすことができた唯一の人物である、トイボ念没後、未だ誰も乗りなせる者がいないジャジャウマであり、 マルク・アレンですら、性能の4から6割しか出せていなかったと言われている。現在様々なドライバーが腕を競うレースオブ、チャンピオンズは、ミシェル・ムートンが、トイボネン追悼のために開催したイベントである。父、パウリの影響を受け、早々からラリードライバーの道を目指していたヘンリー・トイボネンは、カート、後にこのカートを、未日発起年に売ったツーリングカーなどのサーキットレーシングを経て、 1975年のセンコラリーにて WRC デビューを果たす。1980年にタルボチームに正式加入し、タルボサンビームロータスで参戦。同年のラックラリーで優勝を果たす。24歳と86日の優勝は、当時の WRC 史上最年少優勝であり、この記録は2008年2月10日、ラリースウェーデンにて、ヤリー・コール。 マティラトバラが22歳11ヶ月で勝利するまで、破られなかった。翌1981年も、同チームで参戦。ラリーポルトガルとサンデモラリーでの2位入賞などで、タルゴチームのマニュファクチャラー部門優勝に貢献する。1982年にオペルチームヨーロッパに移籍。オペルアスコナ400で、入賞3回、内表彰台2回を記録するが、 ドライバーズタイトルを獲得した同僚バルターロールに比べて早いが安定に欠ける結果が目立った。1983年もオペルに泊まり、アスコナ400で開幕戦モンテカルロラリー6位入賞。第6戦からオペルマンタ400に乗り換え、サンレモで4位入賞。1984年に名門ランチアと契約、マルティニカラーのランチアラリー037を借り、 入賞1回。翌1985年もラリー037で入賞3回。そして最終戦ラックラリーに投入されたランチアデルタ S4 を借り、5年ぶりに2勝目を挙げる。続く1986年開幕戦モンテカルロも圧勝し、この年のチャンピオン候補と目された。開幕戦モンテカルロで圧倒的な勝利を挙げたトイボネンは、 ツールドコルスへと臨むこととなる。しかし主位で、レグ1を終えたトイボネンは、このラリーは、すべてがうまくいっているのに、何かおかしい。問題が起きたら、きっと死ぬだろうと、自らの運命を暗示するかのような言葉を残している。翌5月2日、レグ 2SS18 コルテ食べるな。スタートから 7km 付近の左カーブでトイボネン、の乗った、ランチアデルタイス4は、 コースオフ、そのまま崖下へ転落。車体側面に木の幹が貫く状態となり炎上する。後続のブルーのサビーとミキビアシオンは車を止め救助を試み、それぞれの小ドライバーが必死に救援を求めるも、周囲は木の枝で覆われ脱出は不可能に近く、マグネシウムホイールを装着しケブラー樹脂とプラスチックで覆われたデルタ S4 の車体は瞬時にして焼け落ち。 旧ご飯が駆けつけた頃にはすでにパイプフレームとサスペンションを残し全焼。トイボネンとこの年から子ドライバーを務めていたセルジオ・クレストは帰らぬ人となった。さほどきつくないカーブであったにもかかわらずなぜトイボネンがコースオフしたのか原因は不明である。後日バルターロールはトイボネンはインフルエンザを発症し薬を飲んでいたとことしたが事故との因果関係は不明である。 ただ、問題のカーブには、ブレーキ跡が一切なかったということだけは確かである。事故現場には、数年にわたって、黒い焦げ跡が残っていたという。事故の直前、トイボレンは、この危険なコースにこの車はあまりにも、早すぎると、ツールドコルス特有の、狭く曲がりくねり、片方は山、もう片方は深い崖という危険極まりないコースと、 グープビーカーの相性の悪さを訴えていた。くしくも前年、ツールドコルスでは、ランチアラリー037で参戦していたアッティリオ、ベッテガが、衝突事故で死亡している。現在ツールドコルスにおいて、コルテ・タベルナのステージは使用されていない。そして、事故現場の近くには、トイボネント、クレストへ向けた小さな慰霊碑が建てられており、今なお多くのラリー関係者を呼び、 ラリーファンが訪れている。1985年のアッィリオ・ベッテガの死亡事故、ラリーアルゼンチンでのアリバタゲンの重傷事故、1986年のラリーポルトガルにおけるヨアキム・サントスによる多数の観客死傷事故などがあっても、グループ B 排子論は表沙汰にはならなかった。しかしトイボネム及びクレストの死という事態を受けて、国際自動車スポーツ連盟、 フィザーは緊急に会議を開き、2日という異例の早さで、以後のグループ B カーのホモロゲーション申請を却下し、1986年をもって、世界選手権におけるグループ B カテゴリーの廃止を決定した。ヘンリトイボレンの WRC でのキャリアは40戦3勝、11回の表彰台と183回のステージトップタイム、そして22回のリタイアを記録している。 キャリアが頂点に達した瞬間に迎えた死であるため、生きていれば、さらに記録が伸びたであろうとする見方が強い。また事故が起きた SS の一つ前の SS では、他の天才たちを抑えて、その SS だけで2位との差を46秒も広げるという神業をやっている。また、この時代のタラリードライバーと同様に、WRC と並行して、ヨーロッパラリー選手権。 アークにも出場している。特に1984年は、ランチアから WRC に出場する一方、アークでは、ロスマンズレーシングと契約。ロスマンズカラーのポルシェ911で5勝を含む表彰台7回を記録し、最高のラリーポルシェ使いと評された。ヘンリトイボネンはグラベル。 ターマックのどちらでも走れるドライバーであったが、これは前日の通りサーキットでの経験を積んだ後に、ラリーに進んだがゆえである。彼はラリーを選ぶかサーキットを選ぶかで非常に悩んだという。ラリー参戦後も何回か世界耐久選手権に出場していた。この時トイボネンが所属していたチームの監督、エディ・ジョーダンは、トイボネンの走りを アイルトン・セナと比較しても、信じれないものだと称賛し、トイボネンの死後、F1 でもトイボネンは、きっと成功していただろうと推測した。1986年、F1 モナコ GP が開催される、モンテカルロ市街地コースを、ランチアデルタイス4でエキシビジョン走行した際、当時の予選グリッドで6位に相当するタイムを出したという噂は日本だけの腕、実際はテストで、 F1 マシン、マーチ821に乗って6位グリッド並みのタイムを出したこととコースが若干違うサーキットでデルタ S4 で早いタイムを出したことが混同され一人歩きしている。漫画家サライネス、ゲンサライネースは大阪豆ご飯の中でヘンリトイボネンをモデルにした人物を登場させている。同作者による水玉生活単行本裏表紙は ランチアラリー037とトイボネンのイラストである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。